こんにちは、車が大好き、セイです。さて、ダイハツの新型アトレーといえば、広い荷室に先代からさらに拡大された頭上空間と、好きなパーツを取り付けできるユースフルナットに、ラゲージボードを差し込めるスリットもついていて、難しい加工をすることなく自分好みの車内空間にカスタマイズできるということもあり、アウトドア好きや車中泊好きの方からものすごく高い人気を誇っているんですね。デビュー直後なんてカタログも底をついたほどです。私もこの話を聞いた時は本当に驚きましたね。そこで私も実際に車中泊をしてみることで、どの程度快適な車中泊を楽しめるのか、またどういったものを準備しておくとより便利になるのか、そういったことを確かめてきたので、その内容を紹介します。では行ってみましょう。なお、今回の動画は大分ダイハツ販売さんの協力で撮影させていただきました。広いスペースを生かしてたくさんの車が展示されているだけでなく、ダイハツ認定中古車も多数取り揃えられているので、興味のある方は気軽に立ち寄ってみてください。ではここで今回の車中泊で用意した私の荷物も見ていきましょう。まず今回の旅は全てを車内で完結するタイプの車中泊ではなく、キャンプ場に滞在して外でバーベキューや焚き火を楽しんだ後、車内で寝るというパターンですね。そのため荷物は全て雑多にポンポンポンと積み込んであります。一番手前に見えるのが長靴とトレッキングシューズ。この日の午前中しっかりと雨が降っていたので、多分キャンプ場は泥だらけになってるだろうなということで用意しました。入れているカゴはソフトケースっていいんですかね、折りたためるタイプなんですが、ワイヤー入りで開くとカチッと自立するタイプのものとなっています。その隣にあるのが焚き火台やバーベキューグリル、カセットコンロといったキャンプ御用達用品ですね。右隣のカゴには調理器具やゴミ袋、キッチンペーパーなどなど細々とした道具が入っています。その奥に見えるのがちょっと見づらいんですが、ソフトボックスでいいんですかね、折りたためるんだけど広げて自立する蓋のついたカゴとなっています。この中に市の指定ゴミ袋やポリ袋などを入れてゴミを分別して入れておきます。ファスナー付きの蓋がついているので、寝てる間車の外に置いておいても動物に中身を荒らされる心配がありません。そのもう一個奥にあるのはソフトクーラーバッグ。この中に食料や氷、ビールなどが収まっています。左隣には折りたたみのローテーブルやカーサイドタープ、それとアウトドアチェアなどが収まっています。一番奥にあるのは焚き火用の薪ですね。プラスチック製の衣装ケースの中に除湿剤と一緒に入れてあります。これが蓋もしっかりしているので、中の薪を出した後はこのカゴをサイドテーブル代わりに使うことも可能ですよ。そしてその隣に見えるのが着替えやタオル、洗面用具といったお泊りセット一式が入ったリュックですね。そして左奥に立てて置いてあるのが寝袋とインフレータブルマットとなっています。今回の荷物はこれで全部ですね。とご覧のように思いつく荷物をポンポンポーンと全部放り込んだ感じとなってるんですが、平積みの状態、要は上に何も積み重ねていない状態ですね。そんな状態で適当に雑多に置いたのに、スペースにはまだまだ余裕があります。こういった部分、さすがアトレーだなって感じですね。と、そうこうしているうちにキャンプ場に到着しましたね。では早速車中泊の準備を始めましょう。幸いなことにこの日は雨も止んでくれたので、一旦荷物を外に出してから準備を始めました。ちなみにこの荷物の下には100円ショップで購入した滑り止めシートを敷いておきました。これがあるだけで全然荷物動かなくなるんですよ。また丸めたシートは両サイドのポケットに収めておくことができます。便利ですね。そして収納といえば、運転席の真上にも収納棚があります。重たいものは置けないんですが、紙製品などの軽くてかさばるものをここに入れておくとちょうどいいでしょうね。加えてこの車、天井がめちゃくちゃ高いですよね。身長178センチの私があぐらをかいて背筋を伸ばしても、まだ
たっぷり余裕があるほどです。そして車内のスペースを少しでも効率よく使いたい車中泊において、このスペースをそのままにしておくのはちょっともったいないですよね。そこで登場するのがユースフルナット。これは新型アトレーの車内のあちこちに最初から据え付けられているネジ穴ですね。これにいろんなアイテムを取り付けることで車内空間を有効活用できるというものです。今回は先っちょが輪っかになっているタイプのボルトを用意しました。これを手でくるくるくるっと締め込んでいって、ホームセンターや通販などで簡単に手に入る汎用品の天井ネット、これをさっきの輪っかとグリップに固定することで天井収納スペースが完成します。とってもお手軽ですね。このスペースにはティッシュやキッチンペーパー、油吸収パッド、寝袋やインフレータブルマットの袋などなど、使わないときはちょっと置き場に困ってしまう、ばらけてしまいやすいものをここに置いておくといいでしょう。この天井ネット自体はそこそこ重いものも乗せれますが、万が一車内で寝ているときに上から落ちてくると危ないので、軽いものだけにしておきましょう。他にもカラビナを使って LED ランタンなどをぶら下げておくのもいいですね。この新型アトレーにはでっかいルームランプがあって、明るさもかなりのものなんですが、これを普段の明かりに使っていて、うっかりバッテリーが上がってしまうと次の日の朝から行動できなくなってしまうので、こういったランタンを使った方がより安全かなと思います。ではそろそろ車中泊の準備の方に話を戻しましょう。まずはインフレータブルマットを広げます。このマット、長さが約200センチ、横幅が約80センチと、なかなか大型タイプのものとなっているんですが、これをアトレーに敷いても横幅はまだまだ余裕があります。なんなら車内で料理も作って、で食事をしてそのまま寝るみたいな、全てを車内で完結するような車中泊でも余裕ですね。また長さ方向に関しても、助手席をしっかりと一番前にスライドさせておけば、ちょうどマットの端っこがレールに少しだけかかるとなりましたが、その程度で済んでいます。とこのように奥行きも横幅もしっかりあるので、相当な高身長な人でもゆったり寝ることができますね。また現地で雨が降っていたとしても、このアトレーのバックドアがものすごく大きい上に、後ろ側に張り出すようにして開いてくれるので、多少の雨であればこのバックドアを雨よけに使って作業することも可能ですね。もっと広い雨よけスペースが欲しいという時にはカーサイドタープを利用するといいでしょう。こういったものも5、6000円のものであれば、ある程度の防水性能を持っていて雨を防いでくれます。また晴れていたとしても、このタープの下に物を置いておくと結構夜露を防いでくれるんですよね。これを車の側面につけておけば、車を出たり入ったりするときに外からの視線を防ぐ目隠しの役割も果たしてくれますし、雨が降っていても車内に雨が入る心配もないし、靴が濡れる心配もないと、なかなか便利ですよ。これ一つ持っておくのがおすすめです。他にも普通のタープを組み立てるよりも手順が楽といったメリットもありますね。インフレータブルマットも膨れ上がったので、あとはその上に寝袋を敷いてしまえばもう寝床の完成です。テントの設営や撤去といった手間がかからないというのも、こういった車中泊キャンプのメリットですね。あとはお酒を飲みながらバーベキューを楽しんで、焚き火を眺めつつ夜を過ごすだけですね。この日は軽キャンピングカーの JP スターでいろんなところにお出かけして、その時の旅ログ動画を投稿されているエポカレさんという YouTuber と一緒にキャンプを楽しみました。同じ YouTuber としての共通の話題も多いし、エポカレさんもニュージーランドに住んでいたことがあるということで、共通の話題がすごく多くて、この日は午前3時まで飲んでました。もう朝になるよって時間ですよね。で、そろそろお開きにしましょうということで、アトレーの方に戻ろうとしたら、自動でルームランプが点灯してくれました。この時私は手元を照らすライトを何も持っていなかったので、
これすごい助かりましたね。そして車に戻ってきたらすでに寝床が用意してあるというこの安心感、まるで家に帰ってきたかのような気分でしたよ。そしてこの車内空間の広さと高さ、本当に楽でしたね。天井ネットを張っていてもそれでも頭が当たる心配がないんですよ。なので車内で自由に動き回れるし、寝たら寝たで足を完全に伸ばしきった状態で寝れるし、肩が壁に当たるとかそんなこともなく、床も完全に平ら。おかげでぐっすり休むことができました。冗談抜きでまたアトレーでどこかに出かけたいなって思ったほどです。あと注意点を挙げるとすれば、アトレーは一つ一つの窓がとても大きくて外の光が入り込みやすいんですね。なので道の駅などで寝てるときは他の車のライトの光が気になるかもしれませんし、朝方も日が昇る前の時間でも結構眩しいなって感じるかもしれません。なのでマグネットで取り付けるタイプのカーテンなど何かしら目隠しがあった方がより快適になるかと思います。さて今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたか？面白かったよとか役に立ったよという方はよろしければ高評価とチャンネル登録をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。